ストラスブールの制約書ストラスブールの誓いは842年に西フランク王国国王シャルル2世、特等王と東フランク王国国王ルートビヒ2世、ドイツ人王によって結ばれた同盟である。シャルルとルートビヒが協力して長兄ロタール1世に対抗することを制約した。フランク族の歴史家にタールが残した類型剣王の息子たちの歴史によると、両王は ラテン語でも自国の言語でもなく、お互いに相手国の言語を用いて、兵の前で宣言し、両国の兵はそれぞれ自国の言語で誓いを行った。これは、この頃までにカロリング朝、フランク王国が東西に分裂した証拠と考えられてきた。本文は、古古ドイツ語で記されたものと、古フランス語の祖となるロマンス語で記されたものがある。全文はそれらの二言語のほか。 ラテン語でも残っている。ロマンス語で記されたものは、ラテン語とは明確に異なるそれの最古の文書であり、最古のフランス語の文書と言われることもある。ありがとうございます。